ダイナミックな動きが要求される平行棒。平行棒ですけど、はい、タレントの森末さんっていらっしゃいますよ。はい、いますね。あの人が初めて世界で披露した森末っていう技があって、あ、だからその名前がついたんですか。そう、森末とは現在タレントとして活躍するあの森末慎二さんがロサンゼルスオリンピックで初披露した超高難度の技なのだ。その技を、はい、入れて、まあ、彼はまだ1年生ですけど、うちの今年のレギュラーだったんで、ちょっとやってもらいたい。やってくれるの、はい、じゃあお願いします。お願いします。さかなちゃん、ここから行くのが次の技が森末。はい、怖くないの？怖いです。怖いんだやっぱり。それにしてもすごいよね、このあざが。大丈夫これ。だからこれ今のやつ、広瀬、じゃあ森末。森末。二つも違うじゃないかお前。森末さん。ね、これさ、わ、着地がこうじゃないですか。ちょっと見てあげてください。うわ、あざになってるじゃん。うわ、すごいねこれ。だからそのかさぶたになってんの？あ、行って風呂入るとき行ったんだ。体操部員の体は傷だらけ。中には腱が切れているにもかかわらずテーピングをして練習を続ける部員までも。そう、ダイナミックな体操の技は身を削って習得した苦労の賜物なのだ。さらに V6 はあるものを発見。え、あれ、君さ、脇毛が薄いよね。脇毛な、これ擦れちゃったりとかしてんの？それないの？いや、生えて、生えてこない。生えてこないんだ。体操してると、例えばこのスイングでもこうじゃん。ダンバのスイングでもこうじゃん。結構擦れてる。あ、ね、なくなるんですか？そう。え、みんなもそうですか？じゃあ、あんまみんな両手あげて。レイン万歳。脇毛がない。本当だ、脇毛がない。脇毛がないよ。そういうもんなんですね。意外とこう振ってて擦れてなくなっちゃうんですね。じゃあ坂本さん、森末行きましょう。できませんよ。できるできるできる。ちなみに森末は何年ぐらいかかるんですか、できるの？まあ20年かかってできる子がおるか。俺できません。できるわけないじゃないですか。続いては見上げる高さはおよそ3メートル、鉄棒。体操の花、鉄棒、はい、鉄棒で、彼はさっき言いました、あの鉄棒の日本一ありました、はい、こうなんで、F 難度のコールマンという技を。コールマンとは後方2回宙返りにひねりを1回加えた最高難度 F の離れ技。この技を習得した世界でも数少ない選手がなんと清風学園にいるという。それではそのコールマンをご覧ください。最高難度ってことですよね。そうですね。ですよね。はい、はい、じゃあ行きましょう。ダメな鉄棒、脱力しないといけないんで、そうだから意識して、体を抜くっていうんだけど、そう。これさ、回ってる時ってどこ見てんの？ずっとぐるぐる回ってる感じ。あ、地球がぐるぐる回ってんだ。じゃあ自分の視覚での意識みたいなものはないんだ。回ってる時に体重乗ったりとかの、あ、その感覚を。で、どうなってるか、自分で体勢がどうなってるかが分かるんだ。この練習方法ってあるんですか？もちろん、まあ、基本ここでいきなりね、2回回れというのはあれなんですけど、もうちょっと安全なとこで簡単なことをする方法がある、はい、そっち行って一回やってみましょうか。あ、はい、はい、お願いします。ここが、まあ、特別な練習場で、まあ、ウレタンのプールですね。これすごい、どういう状況なんですかこれ？基本的に2メーター掘って、でそこにまあ敷き台、そこに中敷きを入れて、はい、でその後にまあこういうのがもういっぱい。あ、じゃあこ
どんな体勢で落ちてももう全然大丈夫なように新しい技挑戦したりとかするときに。なるほどね。さっきの子は2回回って2回ひねったんやけど、もう普通にポンと本当の基礎を1回やろうと。ちょっと誰か見本見してくれるかな。もう普通に振ってるだけで手離しは勝手に回るんで、普通鉄棒振ってて前この前に来た時に膝を曲げて離す、そうするとこう宙返りになると。かわいい。そして最後は最も勇気が必要とされる跳馬の実力を拝見。次跳馬なんですけど、今まあ、はい、馬っていうよりもまあこういうテーブル状になったんですけど、これで助走どうするんですか。助走はね、これないですよね。実はそこちょっと開けてみましょう。はい、あれ誰か来た。おい手上げてるよ。廊下ですよね。廊下なんやけど、コンクリート流したら助走路に変わるという。あ、寒い中待ってたんだ。ちょっと待ってね、これ彼はいつのタイミングでずっと待ってたんだろう、これで。結構あんな顔してすごいこと飛ぶんで、オリンピックのやるやつと同じことをやるんで。本当ですか。じゃあお願いします。はい、来いよ。お願いします。来た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 。おお、すげえ、すげえ、すっごいね。すごいね。すごい。やるね。すべての種目やったわけなんですけども、はい、かなり疲れますね。すごいね。これを6時間でしょ。これ毎日やってんだもん。逆にだから毎日やってるからできる。これから夢に向かって皆さん頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。清風学園体操部の凄さを身をもって体験した V6。 未来の金メダリスト目指して頑張れ。